はい、あ、つないで。あ、もしもし、この間な。え、この間と言ってるじゃないか。先般指名誰だお前は。外務省、無礼なことを言うな。何が先般だ。憲法問題はすでに国民関心の焦点となっております。しかるに政府の態度は相も変わらず不透明であり、官僚的秘密主義をもって終始していることは甚だ遺憾であります。一体政府は憲法を改正するつもりがあるんですか。慎重に研究中という答弁はもう聞きたくありません。現在の状況を具体的に答えてください。松本個人の責任において大体の構想を申し上げれば、次の4項目が憲法改正の基本方針になろうかと存じます。その1、天皇が統治権を総覧せられる原則には何ら変更はございません。その2、議会の権限を拡充し、いわゆる改憲事項を制限すること。その3、国務大臣は国務全般の責任を議会に対して持つこと。その4、臣民の権利自由を保護し、その侵害に対する国家の保障を強化すること。以上であります。第1条から第4条までのですよ。統治権の総乱者規定をそのまま残しておいてですね、憲法の民主主義化なんてできませんよ。そうだ、絶対にできません。天皇制と民主主義は両立しないとか、天皇制がなくなれば民主主義になるといったような考えは絶対に間違ってます。いいですか。日食が起こったがゆえに太陽がなくなったと考えるのはおかしいでしょう。間違ってますよ。太陽というものは日食が起こっても絶対になくならないのであります。明日の朝は外務省の中村公使が巣鴨の門の前で待ってるそうです。布団袋なんか彼が運んで、お坊さんに惨めな思いはさせないって。外務省にも裏切られました。私が相談に行った時、東大病院に入院させろって言ったのは吉田さんですよ。あとは何とかするからって。だから医者を呼んで診断書まで書かせたのに。中村講師の言い分は全く逆じゃないですか。もうよしましょう。はあ、出頭猶予はいらないって講釈本人が言ってるんですから。私はとてもたまりません。表向きは明るく振る舞ってらっしゃいますよね。明日からプリンスこの絵はプリズンこの絵になるなんて軽い冗談をおっしゃって、でもお心の内は張り裂けんばかりだと思います。昨夜もウイスキーを召し上がりながらこうおっしゃいました。刑務所暮らしには耐えられるが、戦争犯罪人と言われる屈辱には耐えられない。犯罪というからには意思がなければならんだろう。この絵には何の意思もなかった。シナ事変は計画して起こしたわけじゃないし、アメリカに対しては
戦争回避の努力しかしていない。戦勝国なら何でもできる、誰でも逮捕できるって言うんだ。ヒューマニズムも法律もあったもんじゃない。奥さん、今夜牛場君と私を公爵のお隣の部屋に泊めてください。もしも何かあるといけませんので。お願いいたします。ピストルは隠しましたね。薬物がないかどうか、みんなで洋服のポケットや机の引き出しを探ってみましょう。念のためにです。お田さんは今のうちに寝室を。私は探しません。この絵にはこの絵の誇りがあります。お考えの通りになさるのが一番良いと思います。道隆さんは皆さんと一緒にお探しなさい。でも私は探しません。ありがとう。それではさようなら。内公爵最後の抵抗ですな。よっぽど悔しかったんでしょう。そう気に病むことはありませんよ。これが人間の運命というもんです。私見を申し上げればですね、この以降は多分マッカーサーの指示を取り違えたんだと思いますよ。取り違えた。近衛公の経歴と国民の人気に注目したマッカーサーは、自由主義勢力を結集してその中心人物になれとこう言ったんじゃないでしょうか。無論究極の目的は憲法の改正だと思いますよ。しかし戦時中から憲法の改正に関心を持っていた近衛公はそっちの方を第一義的に考えてしまった。GHQ では日本人通訳の誤訳だと言っていますね。誤訳とかなんとかそういう問題じゃない。この栄光の個人的な興味と過去の環境が不幸な思い込みにつながったんだ。
存在が意識を決定するか。惜しいことをしましたね。帝国議会が解散した今こそ近衛校の本当の出番だったのに。近衛公爵のいわゆる改正草案が新聞に掲載されましたことにより、まあ、政府は何をぼやぼやしておるのかという声がやかましくなっております。まあ、当委員会はこれまで調査研究を主眼としてまいりましたが、諸般の事情を鑑みて早急に具体的改正案を審議せざるを得なくなりました。敗戦国が大日本帝国というのは適当でないと思います。外交文書でも使用している日本国はどうですか。日本国ね。すると第一条は日本国は君主制とし、万世一系の天皇を君主とす。第四条、天皇は国の元首にして、この元首にしては削りましょう。民主主義を表明するという意味からは、第一条に、統治は臣民の保欲によりて行う、これを付け加えたらどうでしょう。そうですね、臣民という言葉には封建的な響きが感じられます。私は国民の方が良いと思いますが。臣民は臣民でいいじゃないか。ご承知にも汝臣民となっている。これを変えることは君国体を変えることにもなりかねませんよ。は、臣民が当然だと思いますね。英国でも国王に対するサブジェクト、すなわち臣民となっています。国民に当たるのはシチズンですが、シチズンでは共和国の場合でしょう。宮沢君、保欲というのもよくわからんね。共産とどう違うのかはっきりせんじゃないか。はあ。第三条、天皇は神聖にして犯すべからず。これはいかがですか。神聖は訂正せざるを得ないでしょう。統治権の行使について席を追わずではいけませんか。それでは第三条を二項目に分けてですね、第一項で統治の無党籍、第二項で尊厳は犯すべからずでどうですかな。尊厳はディグニティですね。ディグニティでは名誉だけになります。生命や身体は含まれません。それに尊厳は犯すべからずというと、その他のものは犯してもいいと取られる恐れがあります。天皇は子孫にして犯すべからずではどうですか。子孫ね。いっそのこと天皇は国の元首にして犯すべからずとはっきりと規定する手もあります。ただ単純に天皇は犯すべからずでいいでしょう。いや、やっぱり天皇は子孫にして犯すべからずでいきましょう。こういうのはどうですか。天皇は悪事をなすあたわす。では宮沢教授を中心に入江委員、佐藤委員も加わって、大改正案、小改正案の二通りを作成していただき、1月下旬に次の総会を開くことといたします。ご異議ありませんか。結構です。異議なし。待ってください。私が提出した意見書については討議を省くんですか。誠に残念ながら、もはやその段階ではないと存じます。独断でしょう。それは独断ではありません。今になって第1条から第4条までを廃止するとか、大統領制を導入するとか言われましても、事態は紛糾するばかりです。すでに私は議会で松本四原則を発表したんですから。準学問的に審議すると言ったのはあなたですよ。失礼ですが、野村先生は調査委員会の顧問です。
ご講説を拝聴しますが、最終判断は委員長と委員がいたします。どうしたんだね。はい、憲法研究会の皆さんがなかなか強硬でして。まだ頑張ってるのか。はい、研究会の草案をどうしても重原総理に手渡したいと。総理は病気です。そう言ったんですか。一応預かっておいてください。その必要はありません。憲法改正は政府が行う国務です。まして帝大の教授がこれだけ揃って高度の調査研究を続けていらっしゃるのに、思いつきのヘッポコ草案を次から次へと出されちゃ叶えません。しかし相手にしなくてよろしい。どうせ左翼の集まりなんだ。研究会の草案は GHQ にも届けると言ってます。ふざけちゃいかん。要するにですね、近衛さんの草案は早々に潰され、秀原内閣は全くやる気がないのよ。まあこれではいかんということで、在野の有志は結集したわけですよ。憲法研究会の発足は、最初の会合は11月の初旬でした。メンバーを確認したいんですが、長老閣の高野岩三郎さんは元東大教授で労働問題の権威ですね。そうです。その高野さんに声をかけられて、実際に筆を取ったのがここにいる鈴井君。いや、私は諸先輩の意見をまとめただけですよ。村伏君が事務局担当、私はまあ障害担当というところですか。メンバーの中に森戸達夫さんと岩渕達夫さんの名前がありますが、お二人の思想的立場は全く反対なんじゃありませんか。そんなことは関係ないよ。右も左も一堂に会して憲法を論ずる、そこにこの研究会の意義があるんだ。やめてください。無断で記者会見したら困ります。何だ君たちは。何で言論の自由を妨害するのか君たちは。そうではありませんが、政府には政府の方針があります。我々には我々の方針があるんだよ。皆さんの草案は受理します。受理するって。間違いなく重原首相にお渡しします。もう手遅れだ。手遅れ。記者諸君に発表してしまったよ。反逆ですよ、これは。大体文書からして法律の体裁はなしていません。外国の憲法の継ぎはぎです。こんなものを野放しにしたら、臣民に悪影響を与えますよ。松本さん。高野岩三郎は総理の同期でしょ。厳重な警告を発していただけませんか。松本さん。はい。前田文部大臣が辞任を申し出ているんですよ。辞任？私はもう我慢がなりません。軍国主義教員を追放したと思ったら、今度は終身日本史地理の事業停止命令です。彼らは日本の教育制度を徹底的に破壊するつもりなんです。もっと重大なのは天皇陛下に対するマッカーサーの態度です。ああ、天皇制解体完了宣言ですか。旧来の天皇制を一旦解体し、国民の大多数が改めて天皇制を支持するならば、それはそれで認めようという、あの声明は多分に政治的な意味を持ってます。ソ連を含めた連合国の極東委員会が発足するんで、マッカーサーがそれに歩調を合わせたんですよ。私が言ってるのは神格否定の方です。神格否定。天皇陛下が神様ではなく人間であるという御事の理を出せと言ってきてるんです。本当ですか総理。私は結構なことだと思いますよ。何ですって。陛下はかねがね天皇の神格史を迷惑なことだとおぼし召しでした。私は人間のオーガンを持っていると仰せられたこともありますからね。天使様が人間であれば国体の護持が成り立ちません。しかし我々は民主主義を受け入れるわけですから。GHQ の考えはこうです。天皇が神である限り垂直の体制は存続する。垂直の体制は民主主義とは矛盾する。彼らは日本の国情を知りません。じゃあキリストはどうなんだ。キリストは十字架にかけられました。え、これだけは言えると思います。嵐人神であるよりは人間であられた方が戦争責任の追及は避けやすいですね。いいですか松本さん、それから前田さん、
人間宣言は陛下のご希望なんです。天皇は神様だから天皇なんだ。神様でなければ天皇とは言えないだろう。でも軍部は天皇が神様であることを最大限に利用したんですよ。陛下はそのことをよくご存知のはずです。まあ、それはそうかもしれないが、急に人間って言われてもな、市民は途方に暮れるんじゃないのか。ポカーンとしてしまうんじゃないのか。陛下はほっとなさったと思いますよ。しかし GHQ もアコギなことをするよな。日本人も満州で同じことをしたじゃありませんか。満州？古い体制をぶち壊して五国共和の新しい国家を建設するんだって。あの頃のあなたは理想に燃えていましたよ。そうか、満州か。緊急事態です。直ちに別荘へお戻りください。どうしたの。総司令部から軍国主義者の公職追放令が出ました。公職追放令？国家主義的、暴力的、軍国主義的な団体結社を解散し、日本国民を戦争に駆り立てた人物を公職から追放するべきこと。うん。満鉄、東卓、北斎開発等の日本占領地において活動した特殊会社20社の幹部職員を公職から追放するべきこと。言論あるいは文筆により、軍国主義と侵略に協力した者を公職から追放するべきこと。大変なことになりました。陸海軍の将校や大政翼賛会の関係者はみんな該当します。ざっと見積もって数千人、下手をすると数万人の追放者が出る模様です。無茶な。進歩党は町田総裁以下総崩れです。官庁でも内務省は幹部の大半がやられます。閣僚はどうなんだ。は？閣僚にも該当者がおるだろう。そうですね。堀切内務大臣、前田文部大臣、松村農林大臣、田中運輸大臣、杉田書記官長といったところですか。私は該当者ではないのか。私は満鉄の理事で副社長も務めたんだぞ。そうでしたね。あ、先生。GHQ は私を狙ってるんだ。私はこの絵公爵と同じ運命に陥れようとしてるんだ。追放されたって構いませんよ。元の弁護士に戻ればいいんですから。何を言うか。大臣を辞めれば左翼に罵倒されることも、国粋主義者に脅かされることもなくなるんでしょ。憲法はどうなるんだ。静かに。 GHQ の相次ぐ暴挙で日本は手足をもがれ、ズタズタにされていく。あなた。しかし憲法さえ通せば国体は守れるんだ。憲法は最後の砦なんだ。いいか。あなた。私はアメリカと戦争をしているんだ。この戦争だけは絶対に負けられないぞ。つまり総選挙前のどさくさ紛れに反動的な支配階級の牙を抜いておくと。根こそぎね。何しろ解散前の議員のうち360人が立候補資格を失ったんですから。 GHQ の魂胆は有名ですな。ブルドーザーで地ならししてるようなもんだ。ところでこの調査委員会はこれからどうなりますかね。さあ、外務省が GHQ には掛け合ってはいますがね。あ、
おはようございます。おはようございます。おはようございます。早速ですが、宮沢教授にお骨折りをいただいた公安大津案を慎重に踏まえた上で、不祥事の松本が試案を作成いたしましたので、至急ご検討ください。なおこの松本試案は秀原市長のご承諾へ一昨日宮中にて天皇陛下にご説明を申し上げましたので、ご了承いただきたいと存じます。核のごとく作業を急ぎましたのはご検察の通り、 GHQ の理不尽な公職追放令によって諸藩の事情が急変したためであります。憲法担当国務大臣たるこの松本も公職を追われる立場にありますが、もし内閣が変わったとしても憲法改正の調査は当然次の内閣に引き継がれるべきものであります。委員の皆さんにはなお一層のご研鑽を願ってやりません。ではご覧の通り、第1条と第4条には手を触れません。第3条の申請は子孫とします。第11条、天皇は陸海軍を統帥すは陸海を削除し、天皇は軍を統帥すとします。統帥体権は残すのですか？残します。戒厳令布告の権能も残します。失礼ですが、この程度の改正では GHQ も国民も不満を持つと思います。不満があれば訂正してもよろしい。最初から交代した形で政府案を出すのは相手に付け入る隙を与えかねません。本日午前9時、総理のお見舞いに行ってまいりました。病名は風邪をこじらせての肺炎ということであります。肺炎か。で、総理のご意向は？内閣総辞職です。総辞職？総理はこうおっしゃいました。公職追放令を受けた人たちに辞職を求めるのはその人たちの罪を認めることになる。総理としては到底忍び得ないと。そうだよ。これは処刑だよ。一方的な処刑じゃないか。おっしゃる通りです。秀原内閣の閣僚はかつて自由主義者と言われ軍部に反発してきた方々ばかりですよ。それをですね、特定の職業団体に属していたというだけで軍国主義者のレッテルを貼るのはあまりにも乱暴ですよ。いいじゃないか、総辞職で。そうですね、総司令部の干渉に抵抗する意味で、強く抗議する意味で。僕は反対です。我々6人の追放組に総理がお心を寄せてくださることは誠にありがたい。しかし我々のために内閣が総辞職するのは良くない。私も同感です。衆議院は解散し、内閣も総辞職では政治の空白ができてしまうではありませんか。今は政変を起こすべき時ではないでしょう。内閣改造で乗り切るべきです。書記官長、もう一度総理のところへ行って説得してくれませんか。改造内閣でやってくれと。私も一緒に行きましょう。しかし総理は総辞職したって秀原さんに代わる人物はいないよ。どうせ対名は最高かということになる。そうですね、寝たきりの人に最高かというのも変ですから、なんとか改造という形に持っていきたいですね。後任は内務大臣兼運輸大臣三土忠蔵、文部大臣安倍義重、農林大臣添島千八、内閣書記官長奈良橋渡、法制局長官石黒武重。ありがとう、留任は君のおかげだ。
吉田君の手腕に感謝する。民政局には強硬に申し入れましたよ。松本さんには憲法をやってもらわんと困りますからね。そうなんだよ、公職追放なんてはちっとも怖くはないが、憲法だけはさ。ただし特別免除の期間は区切られてます。分かってる、総選挙までだね。残念ながら憲法さえできれば思い残すことはない。あとは君に任せる。シデアラさんの後継者は君しかいない。何が得だれですか。お読みになればすぐ分かります。ここに書かれてある憲法案は宮沢教授が研究過程で作った一案にすぎません。調査委員会ではこれを宮沢公案と称しておりまして、現在審議中の政府案ではありません。したがって内閣としては何ら責任はございません。調査委員会の秘密資料がどこから漏れたんですか。全く不明です。不明では済まないでしょう。現在調査中です。集大ですよこれは。うん、内閣総務課に問い合わせたところ、資料の保管に落ち度はなく、委員に配布したプリント類は全て投資番号が打ってあります。大騒ぎになりますな。では政府案の天皇条項は毎日のスクープ記事と大幅に違うのですか。国民にとっては重大な関心事だと思いますが。根本的な違いはありません。スクープ記事と大差はないわけですね。天皇条項に関してはそうです。民主主義ではないんですね。それじゃないよ君。天皇条項を変えなくても憲法の各文を民主化すれば統治権の内容は変わってくるんだ。統治権の主体とは何でしょうか。君主なのか国家なのか人民なのかはっきりしませんが。そういうのはね、憲法というものを知らない素人談義だよ。法律論あるいは政治論として議論を戦わすのはいいがね、憲法の条文に明記する必要はない。全体としてかなり保守的な内容だと思いますが。政府案ではないと言ってるだろう。根本的な違いはないとおっしゃったじゃないですか。お答えできません。ひどいもんだねこれは。時代錯誤も甚だしいですよ。あまりにも保守的、現状維持的なものに過ぎないことに失望しないものは少ないと思って。その通りだ。アドバルーンじゃないのかね。アドバルーン、世間の反応を見るためのさ。袋叩きに合いますよ。共産党はますます勢いづくんじゃないかな。松本委員会は敗戦の意味を理解していないんじゃないのか。アメリカとも接触せず国民に秘密にこそこそとやるからいけないのだ。明治憲法にこだわりすぎなんですよ。これだったら近衛公爵の案の方がずっとリベラルですね。我々の案はどうかね。ああ、GHQ は関心持ってますよ。先日も問い合わせの電話がかかってきました。ほう。総理。本日憲法問題調査委員会の改正要項を政府案として総司令部に提出いたしました。そうですか、ご苦労様でした。どうぞ。野党や新聞には随分痛めつけられ罵詈雑言を浴びせられてきましたが、私は国家の尊厳を守るために最善の努力をしたつもりです。うまくまとまればいいですね。まあ、一週間以内にマッカーサーからの返事が来るはずですが、実はそこからが正念場かもしれません。11条の軍規定ですがね、総司令部は必ず突っかかってくると思いますよ。お言葉を返すようですが、私は陸海軍という観念ではなく、海賊予防や内乱鎮圧のための最小限の国防力というふうに考えております。そのことにこだわると交渉は長引きますよ。
場合によっては天皇制にも難癖をつけられます。事態が紛糾するようでしたら頑張らずに削除してください。ご意向に沿うようにいたします。血圧は大丈夫ですか？ええ、まあなんとか。予想される質問はまあこんなところでしょうな。今日は挨拶代わりだ。正式な説明は次回ということで。シラス君がうまくさばきますよ。彼はケンブリッジの出身で口八丁手八丁ですからな。それから世論調査では天皇制支持が圧倒的に多かったこと、これきちんと伝えておいて。あ、お見えになったようです。Please come in. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. Now, I would like to introduce you all. This is Mr. George Matsumoto, Minister of Interior in charge of the Constitution. こちらは総司令部民政局長のホイットニー准将です。I'm honored to meet you. It's my pleasure.I understand you were given the name of George after George Washington? Yes. My father had great respect for George Washington. That's wonderful. こちらは民政局次長のケイリス大佐です。こちらは民政局のラウェル中佐。そしてこちらはハッシー中佐です。皆さんハーバード大学ご出身で弁護士の資格をお持ちです。それはそれは。Please, sit down.Well now, gentlemen, I will talk. General MacArthur, the Commander-in-Chief of the Allied Forces, has said that the revised proposal for the Constitution that was submitted to him by the Japanese government the other day is absolutely impossible to approve as a document for freedom and democracy.However, gentlemen, General MacArthur, who understands the necessity for a constitution that would protect Japan from all the injustices and the dictatorship of the past, has approved this document we have brought with us. As appropriate to all of the basic needs, the situation in Japan.He has ordered us to deliver to you. Received from Colonel Charles L. Cadis 15 copies, numbered 6 to 20, both inclusive of draft Constitution of Japan. Your signature, please. Well, now.Gentlemen, we'll give you time to examine the document and discuss it amongst yourselves freely. And while you do that, my staff and I will go into the garden. どういうつもりなんだ。日本案はアブソリュートリーインパッシブル受諾できない。だから GHQ は憲法を作成したと。大事ですなこりゃ。
The emperor shall be simple。 なんだこのシンボルってのは。象徴でしょうか。象徴。天皇は日本国の象徴。選択の余地はないと思います。 GHQ 案を受け入れる方向で閣議決定を願いたい。異議なし。異議なし。異議なし。 Do you even intend to change the Japanese language? I cannot ignore what you have just said. Is not your attitude just as rude? I cannot accept this.戦争で負けて、憲法論争でまた負けて、二度も負けてしまったよ。思考と主権とはおそらく同じ意味であり、文字が変わっただけであるとご理解ください。第二項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力は永久にこれを保持しない。戦力を永久に持たないと言い切ってしまうのはどんなものでしょうか。ゆくゆくは軍隊を持つということですか。いやいや、そういうことではありませんが。 Even if Japan were to build itself an army, it will not call it an army. AndIf Japan were to go to war, it will not call it a war. 憲法はどうなりましたか。あれは、あれが新憲法ですよ。